はい、皆さんこんばんは、今日は11月の7日土曜日、11月第1週週末ですね。皆さんの方ではいかがお過ごしになっていますでしょうか。今日は京都駅の北側から報告していますよ。これは時間帯的にまだね、夜じゃないんですよ。実はね、夕方5時20分後ぐらいなんですよね。ちょっと雨模様でですね、雲が多かったのか、日が暮れるのが随分早くなりましたね。もうなんか夜の雰囲気出してますけどね。まだまだ酔いの口って感じだったんですけどね。京都駅の北側の人の出の様子をですね、ちょっとお届けしてますよ。こちらね、東本願寺というね、大きなお寺の方から、京都駅の方をね、ちょっと信号待ちで傘差しながらだったのでですね、なんかカバンをね触ってたんでね、すいません。カメラが上下動いて、もう本当に、見にくい映像で誠に申し訳ないんですけど、三半規管の弱い方は酔っ払ったり、しないか心配なんですけどね、ザザッと飛ばしてね、見てもらっても結構ですよ。ですね、今日ね、日中はちょっとね全然撮れなくてですね、もうずっと雨なのかなと思ってたんでね、こもってたんですけども、意外と雨は長持ちしましてですね、京都駅の方は夕方になってからパラリパラリと降ってきてですね、この映像を撮ってる頃は雨が少し降ってる感じでしたね。街を行き交う人は傘を差してない人が多いかな。この辺りの時間帯はちょっと止んでましたね。私も傘閉じて、撮ってるかもしれません。でもね、パラリパラリと降ってる感じなんですけどね。どうですか。11月、京都ね、紅葉、今日ね、朝ちょっとバス乗ったんですけどね、紅葉は随分進んでましたよ。もうね、もう赤に燃えて黄色鮮やかでね、なかなか見頃が近づいてるようですよ。あまり遅くなるとですね、今度は枯れてしまいますので、今日もね、GoTo キャンペーン使ってね、京都の方に来てる人多かったですよ。祇園界隈もね、すごい人の流れが多かったんでね、さすがに、観光シーズンになってた京都ですよって感じでしたけどね。皆さんの行楽地の方はいかがなんですかね。人たくさん来てるといいですね。お土産屋さんなんかもね、シャッターを開けてですね、思い切ってね、呼び込んで、いらっしゃいませいらっしゃいませと物を売るような掛け声が聞こえれば、こちらもね、心ウキウキね、ホリデーに来たな、観光に来たんだなっていうね、感じもしますしね、みんなで盛り上げていきたいところなんですけども、いつものようにね、京都駅の駅前からバスターミナルの方の様子もね、ちょっと報告してますよ。人ね、夕方なんですけどね、この人たちはね、土曜日ですからね、通勤の方が多いっていう感じはないですね。先ほどのスクランブル交差点のところからもね、人の様子はちょっとね、多かったですよ。これ中も見ましたけども、どちらかというと観光客っていう感じのね、人がね、これ土曜日の夕方ですからね、今到着されたもんね、方もいらっしゃるかもしれませんけど、ひょっとしたらこれからね、ホテルへ帰っていく人、今日は京都で一回りをして京都駅に、降り立った人、いろんな人がここにはいるのかもしれませんね。京都駅はたくさんね、食事するところもありますんでね、ぜひお見えになってね、一度京料理もね、味わっていただければどうかなと思うんですよ。これはね、八丈口から正面に抜ける、いつものね、連絡通路の方を取ってるんですけどね、こちらの方の人も見てくださいよ。もうこれだけ人がいればね、なんかちょっとそんなに心配しなくてもいいのかなっていう気はするんですけども、そう言いながらですね、この方たちがたくさんお金を使ってくれることをね、願うばかりなんですよね。まあまあ金使い金使いって言っても仕方がないんですけどね、まあ来てくれるだけでも本当にありがたいもんですよ。ね、京都の方のね、住民としては非常にありがたく思ってますよ。ぜひぜひね、この後もいろんな報告していきますんで、チャンネルの登録をしてお待ちください。よろしくお願いします。